ぼ。あ、本当に。なんかね、暑いから大涌谷行くみたいな長蛇の列のみたいな私。大涌谷。大涌谷ってなんだっけ。バカなの。大涌谷。あれ忘れちゃった。ああ、はいはいはい。そんなに。いや、まず一瞬それに見えるぐらいにはすげえこんな渋滞してたけど。ちょうどみんな盆休みでまだ休める人多いから、てか休みだしね、そもそも。そりゃ混むわけだよ、こんないつも。学風月いつも人いないもんね、ここガラリンチョじゃん。うん、ところで初見風穴ってもいいよ。よいしょ。アイス食ってチャリンコ乗ってるおばちゃんがちょうど一番の番にしている。吉田うどんだってすごいね、顧客いるんだ普段。うん、あ、入ってくる、ね、いらっしゃる。プンスコ、テールランプ。いつも車で止まってないイメージしかないから、いや、そんな人気ない観光名所も分かってます。横転道路じゃん。やめろよ。するやつがいると、まあ、スピード出しすぎればそうなるでしょうね。さすがにちょっとひどい。で、ここあれじゃん、噂のお前らが遅いぞルート。ちょっと面白べくっ て涙ちょちょ切れちゃう。あ、でもコンソメパンツ食べよう。コンシュガーパンツ、え、コンソメパンツ。あー、どうぞ。え、コンシュガーパンツ知らねー。レバミーパンツ知らねー。デルスコ、あ、いけね。頑張ってくれてる人にそんな言葉を言ってはいけません。そうだ、そうだ、そうだ。大丈夫、落ち込んでるぞ。そうなんだよね、トイレ行きたいんだよね、多分コーヒー牛乳のせいだよ。ドア、ハッハッハ、妖怪のせいなので。懐かしいね。テッテレ
で通るんで。あとね、今日全部富士五湖全部混んでそう。まあ、早い時間から来てるから。この時間。明日の目標は秩父持ちか。いいね。明日はどこ行くの？山は行くか。行けてもトーマス山までだ。いや、トーマス行ったら間に合わないよ。もうあそこあったらいいと思うけど。どこ？あ、さっきあそこ忘れちゃったら思い出せる。思い出せよ。ほどさ。手前から来てるじゃん。あっちは何に混んでるの？ほら、まあ、このぐらい振りきゃあるのかな。いや、みんな樹海に行きたいもん。そう、正直落とす。あれの、なにこれ。あ、それうまいな、確かに。これ食っちゃうと他のが食えねえんだよ。なんかカレーみたいな味するよ。え？いいよ。どうせか。うん。鹿の子たん、こしたん。こしたんたんってどういうこと？なんかどういう意味だったっけな。ことわざで、あの、四文字熟語でしょ。ああ、そういうことか。そう、どういう意味だったっけ。忘れちゃった。忘れちゃった、マジで忘れた。ちょっと悔しい。まあ、あんな語呂で言ってると思うけど、変な、よくわかんない動画が出てきた。踊ってみた動画が結構多かった。あ、多いね。だって K-POP アイドルもやってるもん、あれ。正直、興味オリジナルが興味。こっちが踊ってんなら見るけど、それ以外の他人が踊ってんの見てもなんかうぜえ。だって再生数伸ばしでしょ、どうせ。収益目的だろ。めっちゃ可愛い子が踊ってんならおーってなってるな。別にみんななんか100歩ずっと顔が一緒にしかない。くれ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 。あとなんかバットね、変な AI で。鹿とかいたらすごい絵になるね。
ダメと思ってしまう。